ばんは。ちょっと待って。こんばんは。来てくれてありがとう。こんばんは。今さ、この近くのね、電気つけてないんだけど、このスマホの明かりで明るくなってる。いい感じ。こんばんは、来てくれてありがとう。そうなんです、今日はサマーステーション2024出演させていただきました。ありがとうございます。パチ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 。みんなは知らなかったですよね。サプライズ出演なんですけど、一応でもサプライズ出演っていうとビッグゲストみたいになっちゃうかなんですけど、でも本当にサプライズ出演です。一応サプライズ出演です。一応そうなんですよ。でしょ、全く知らなかったでしょ。そっちも何も似合わせすらしてないから。そう、サマスターお疲れ様、ありがとう。そうですね、カーリングの映画11月8日に公開の映画カーリングの神様のね、主題歌スウェーティースメルを披露させていただきました。しかもセンターで。ありがとうございます。ありがとうございました。タッチダンスジェスチャーで、そう、ありがとうございます。サマステ来たよって人いますか？緊張しましためっちゃ緊張した。楽しかったです。今日はあのクラゲ衣装っていうのかな、ひらひらのやつ着て初めてね、黄色を着たんですよ。あ、センターかっこいい、ありがとう。あ、サマステ行ったよって。どうでした、サッチーが急にヤッホー、3期初サマステ。え、そうなんよ、サッチーもさ、まさかさ、こんな早くさ、サマステに出られると思わなくて、めちゃくちゃ嬉しかった。サマステ大好き。サッチー行く、いるなら、え、嬉しい、そう言ってもらえて。そう、サッチーいるなら行きたかったって言ってくださることのためにも言いたかったけど、なんとサプライズ出演でした。そう、ちょっとスティッチありがとう。初出演です。いい感じ、やった、サマステ。こんにちは、来てくれてありがとう。ちょっと待って、サマステ何か美味しいって言った。え、今日さ、今食べたんだけどさ、これさ、読み方が分からない。ちょっとスプーンの
ゴミになっちゃうけど、これなんて読むの、じいちろう、なおいちろう、これなんて読むんですかこの、ね、プリンをね、がね、お差し入れでいただいたんですよ。有名どこだよね、バームクーヘンが有名。これやばい、これやばかった、このプリン、このプリンやばいです。マジで美味しかった、このプリンはマジでやばい。10個持って帰りたかったぐらい美味しかった。っていうかもっと味やばよかった。こんばんちくりさん来てくれてありがとう。後悔してる、もっと味やばよかった。でね、そう、これは美味しいもの食べるとお母さんに報告するんですよ。でお母さんに食べてほしいと思って店舗を調べたんですけど、広島なかった。そうそう、バームクーヘンはよく見る。タッチッチありがとう。そう、バームクーヘンも食べてみた。ちなみに今日の髪の毛はここを編み込んでもらってです。編み込みです。片方だけ、こっちは何もしてない、片耳編み込みでした。でここにね、なんかキラキラとかピンを刺して感じにしました。あかりさん、あ、今日髪の毛を悩んでたんですよ、何にしようかなって。そしたらあかりさんがサッチをプロデュースしてくれましたストレートの内巻きがいいんじゃないって、よいって思って、あじゃますと思って、さすがでござんすと。さっちお疲れありがとう。そう、内巻きです。こんばんは、さっちありがとう。こんばん来てくれてありがとう。こんばん来てくれてありがとう。あとさ、8月11日と12日のお話し会、なんか完売したとかしてないとかいう噂を聞いたんですけど、これって完売してますか？かわいい、ありがとう。あ、じゃあ、ちっちゃって言うの。これってもしかして。さっち来てくれてありがとう。完売ですよね。違ったらどうしよう。たちたほつおとありがとう。みんなもお疲れ様。今日も一日。完売と言っても差し支え、あ、じゃまだ完売ではないのかな。こんばんは。あ、ローケーキさん、ちょっとね、一回顔隠れちゃうけど、オーケーさん、ありがとう。ごめんなさい、20、ああれねライブやってこと、え、ありがとう、嬉しい。ローケーさん、タワーありがとう、ありがとうございます。そうだ、みんなよく聞いてください。今から言うことは、8月25日の2.5×3 のスペシャルライブ、なんとチケット販売が開始いたしました。待ちに待った、
もうサッチが早く言いたくて仕方がなかったみんなにさ、早くチケット販売されんかなみたいな言って、戻すみんな待ってって感じで、そうちょっと待ってたのよ。だから今日は一番に X に投稿した自信があります。あの公式さんがチケット販売しますっていうのを出してから、そう絶対一番秒速でね、リポストしていいね、始まったよーおーって感じで、そうそんぐらいのテンションでした。え、本当に絶対に来てほしいです。場所は広島ブルーライブでありまーす。来てください。結構ね、あのね結構ね、もうね盛り上がる、めっちゃ盛り上がる曲ばっかり。そうだから絶対に来てね。昨日サッチーがずっとアイドル人生でやりたいって言ってた曲あるじゃん、それのレッスンをしてきました。楽しかった、めっちゃ改めて振りを見るとマジで可愛いなと思った。サッチーうちはなんて書いた、普通にサッチーとかもう何でも嬉しいです。サッチダンスしてありがとう。楽しかった。てかあのサッチがアイドル人生でやりたい、あ、ちょっと待って、今日やりたいって言ったね、ロムバスしよう。やりたいって言ってたあの曲4曲ぐらいあるんだけど、もう2曲もできます。2月20日。ちょっと待って、さっちね、今なんでこんな話すの下手くそかっていうと、今ね、ロームオバ語ってたの。さっちはね、2つのこと、ちょっと待って、なんでもないちょっと待ってちょっとロームオバします。じゃあ待って、じゃあローボの前に、あ、やばい、あと20分でサッチーのあれが切れる。アテナバリアーが、サッチーさ、サッチーがさレッスンさ頑張ってる間にさ、誰かさ攻撃してきてさ、許せない。サッチ頑張ってたのに、その間にするのはせこいあっちからしたらね、知らんがなって感じだよね。すいませんね。攻撃されたらさ、萎えるよね普通に。だってさ、頑張ってさ育てたさ兵士たちがさ0000になってて、ほらもうこんないっぱい、もういっぱいおったのにさ、でさもうすぐさ新しいさ基地をさ広げれる感じだったのにさ、城壊されちゃった。泣いてます、こう見えて。それじゃあみんな、今ギルドのサッチギルドに入ってくれてるみんなにメッセージを送ります。こんばん、あ、言っちゃった。
感じですね、今の気持ちとしては。そう、バリアはあのレッスンしてる間に取れちゃって、いつもねギリギリを狙ってるんです。24時間ギリギリ、あのぴったり使いたいからギリギリ狙ってるんですけど、その前に、ね、レッスンが始まったのでギリギリの、でさ、一番さ育ててたリーダーみたいなこの仲間のね、なんかなんていうの、この戦う時のやつのリーダーみたいな人が捕まっちゃって、あ、ホブさん、バシャリ、ホブさんありがとう、ありがとう、ニョッキニョッキ、ありがとう。ノブさん、ありがとう。みんなのタワーのお礼がまだできてないから急ぎます。無音なのでわからないんだけど、冷ましておいてた。ありがとうです。冷まして行ってきました、ありがとう。はい、みんな夏はキウイを食べるんだよ。明日の朝ごはんだ。明日の朝ごはんはこれと春雨です。どうに、トゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥル。そうでね、そう、そのさ兵士でさが亡くなったんよ。たた、あの攻撃されて、あ、サマスサちゃん帰ったりよと、嬉しい。でさ、サッチーは、え、あ、ほらほらほら、このヒーローは領地にいませんってなったんだけど、どうしたらいいの？これってもうさ、救うことできないのか、もう俺っちの仲間じゃないのか。サッチーの登場びっくりしたでしょ、ポリポリかゆいな。サッチーがね、一部出演させていただいている映画カーリングの神様、11月8日に全国公開でございます。あとあれですね、六本木交差点にある静止堂さんの大型ビジョンに毎日予告編が、このカーリングの神様の予告編の動画が毎日配信されているので、皆さん六本木交差点の静止堂さんの大型ビジョンの前に行った時は、ぜひ見てください、お願いします。そしてぜひ拡散してくださったら嬉しいです。あ、チラシもらいました、ありがとう。ってことはサマステも来てくれたんですね、嬉しい、ありがとう。さっちはちなみに見れていません。見に行きたいですね。この11月までね、時間があるので見に行こうと思います。で、一定時間が経つと戻ってくるの？え、ちゃんとさ、サッチ結構育てたのよ、その子、その育てたまま来るんかな、帰ってくるかな。もうショック、みんなバリアーはね大事です。兵士のねパワーは結構パワーになってるので、ほら、あ、見て、かわいそう。え、でもさ、処刑待ちになってる。俺監禁者さ、名前出さない方がいいよね。
え、だよね、そうだよね。見て、ほら監禁されとる、かわいそう。くー、ちゃんと元の状態、あ、よかった。なんでさ、一時的にこうなるの、逆に。いいじゃんね、兵士そんだけさ、やったんだからさ、この子は解放してやってくれやって感じですね。そう、だから今ね、新しいね、仲間を育ててる、レベル上げまくってる今。みんなも絶対に、私たん広島お話し会はお知らせできるか、お知らせどうなんだろう、ちょっと待ってね、どうなんだろう、できるのかな。でもなんかすごくいいお知らせがね、あったようで、兵士に助けてと願いもやばい。ゲームやってるよ、ロードモバイルやってるよ。みんなもぜひやってみてね。サッチのギルドに入ったらサッチ限定のメッセージが来るよ。サッチは今ね、このロードモバイルを使って 2.5 機さんと対決をしてるの。勝ったらどうなるかっていうとね、でもね、中間、あ、間違えた、勝ったらどうなるかっていうと、勝ったらあのグラビア雑誌かなに掲載させてもらえるの。3期生の4人と 2.5 期さんの4人で戦ってるんだけど、今そうしてもらえるの。でもね、中間発表の時には負けちゃってたの。そうなの、だから、そうだから最終は勝ちたいなって思ってるの。そのためにはね、ギルドメンバー、あっ、言うこと忘れてた。あのね、なんか白レベルが15だっけ。お母さん見てる？お母さんが教えてくれたんだけど、15だったっけ。ちょっと待って、15だった気がする。あのね、15以下の白レベルはポイントが加算されないんです。あ、くまるパパさんありがとう。くまるパパさん、タワーありがとう、ありがとう、こんばんは、ありがとう。そうだから15以下ポイントが入んないんだって。そう、お母さん見てる？お母さん15だよね、確か。ママが教えてくれたの。そう、25にするとさらに入るの。ありがとう、教えてくれて。サッチも今頑張ってるよ。サッチは今いいのよ、強いよ。今めちゃくちゃ語ってたのに充電切れって言われちゃった。ちなみに何言ってたかっていうと、いいのよ、強い弱いなんて関係ないの、サッチの仲間になって、サッチの力になってなりたいって思ってくれた、その気持ちが嬉しいのよっていうのを言ってたけど、充電切れでダメだった。良かったかしら、嬉しいわ。そう、サチも頑張ってる。こんばんは、チキンさん来てくれてありがとう。そうよ、今日はくるくるちゃんとずっと一緒にいたの。くるちゃんとずっと一緒にいたの。クルシャチっていうコンビも組んだの。クルシャチっていうのは、サチが来るっていう意味があるんだよ。これはちなみにクルシャンが考えてくれた。何開けてんの？ラベルを剥がしたの。そう、先輩方がたくさんサチとのツーショットをあげてくれてて嬉しい。もう困っちゃう、嬉しい。もうなんか嬉しいですね。
トマストお疲れんこ。そう、飲んでる姿 NG です。サチ NG 多めなんだよね。いや嘘ね、ちょっとさ、キウイだけ冷蔵庫入れてきて、ちょっと心配なんだよね。キウイ、キウイとおにぎりだけ冷蔵庫入れてこさせて。よいしょ。ただいま。サムスタリアとびっくりした。オレッジって普段から使ってるらしいね。ちょっと待って、誰情報それ。ちょっと待って、恥ずかしいんだけど。ちなみに誰の情報でしょうか。今日ステージでテンション上がれば、え、嬉しい、よかった、みんなサチのこと知ってくれてて。誰って言われたらどうしようと思って。嘘、それは思ってないけど。そう、そうだよ、そっちはスイーティースメルだけ出ました。ありがとうございます。あ、ちなみに、この監禁されてる人に代わってこの人にしました。このね、弓がね、弓が強い人、この人弓でね、めちゃくちゃ倒してくれる。じゃあみんなも教えて。じゃあサッチーのみんなに教えるね。サッチーの仲間たち、初見です、来てくれてありがとう。そこは先です。サッチーの仲間たち、これは処刑される人に代わって今頑張ってる。で、氷で身動き不能にするためにこの人アイス使って、で、このなんていうっけ、老いが強いみたいな言う人、その人使ってる、ね、言ってこの人と、この人、この妖精みたいな人はなんか回復が強いから使ってる、回復してくれる。この人、最後この狐みたいな人はあれですね、あの一人攻撃が強いですね。一人攻撃して一気にね、あの HP 削ってくれる敵のっていう感じです。どうでしょう か、 なんかポケモンしてるみたい。あ、みんなありがとう、返事してくれて。サッチ行くの言ってよね。まあそうだよね、でもサプライズでした。そうですよ、今後ももしかしたらこういうことがあるかもしれないってことですよ。ってことは全部来るしかないですね。っていうのはまあちょっと嘘なんですけど、まあまあこういうことが今後もあるんじゃないかなとか。髪型かわいい、ありがとう。ストレート匂わせしません。会場には行ったのでとても得した気分。え、よかった、嬉しい。サマステ嬉しい、出れて。先輩とたくさん話せました。ちょっと戦い回してきと、音出しちゃいけないんだ。ステッチありがとう。今日話し方優しい。今日はね、あのね、声があんまり出せないんですよ。ナイトイレブンと嵐の時、ちょっと待って、戦い始めちゃった。でもなんかもうレベルの差があるからって思ってるんだけど、どっちがいいと思う？そのレベルの差を埋めるけどってこと？
待って、日本語変だ。テレ朝さんここにいますよ。テレ朝さんこんにちは、ありがとうございます。この、ね、弓のね、嵐が強い、この弓矢の人。みんなまだ待ってるからね、ギルド。サチは諦めてない。サチはね、モデルがしたいんですよ。だからしたい、ね、このさ、敵軍呼ぶのさ、よくない。え、ありがとう物資。そう、物資なんださ、どんどんさ建設するじゃん。そしたらさ、いつの間にかさ、もうさ木とか全部なく、あ、やられちゃった。木とか全部なくなってた。そう、すぐなくなるよね。でもさ、このジェム、ちょっと待って、あ、もう強いよ、やめてくれよ、かわいそうじゃないか。そう、このさ、イベント終了までさ、あと何日だっけ。今日が13日だからさ、このジェムをね、さ、じゃあ使い切りたいの。でもこのジェムをどこに使うかっていうのは結構大事になってくるんですね。白レベルは絶対に25にする。え、なにこれ、なにこれ、あ、そう、なんでもない、大丈夫でした。そう、結構悩む。おーほほほほー、めっちゃどんどん言ってる。大丈夫か、会社夏休みになるから。いや、もう、え、もしかしてしてくれるんですか。嬉しい。この白レベル上がった時さ、いっぱいさ上がるじゃん、いろいろ。気持ちいいよね。そう、ジェムはまず VIP。 あ、待って待って、 VIP、 あ、え、もう VIP さ7なんだけど。私、これはいい予感じゃないですか。じゃあちょっと教えてもらった通りにいってみよう。123、そう、一人でもね増えたら本当に力になるので、ぜひ待ってますっていう気持ちでいっぱいです。間違えた、間違えた。はい、8にしました。VIP8 にしたよ。わ、みんな教えてくれてありがとう。物知り、桃知り、桃桃桃桃ですね、みんなって。おもももももしい。あ、レベルアップ。センキュー、レベルアップ。はい、ポチ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 、レンダ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 。ほんとだ、自動完了になってる。あ、おそろっちだね、VIP8。今日私も今 VIP8 になりました、ちなみに。でもさ、ちょっと増えたかな、白気がするんだけど、気のせいかな。みんなありがとう、本当に嬉しいです。心の底からありがとうを伝えるよ。今日はさっちについてくる。みんな結構冷ましてきてて嬉しい、ありがとう。みんなにヘルプを送ります。助けて。そう、え、そのバッグに入ったとか
もわからない。え、もしかしてさ、あのさ、ツイッあのさ、叩かれる、なんていうんけ、攻撃された時にさ、物資もさ取られたんかな。やめてって言ってるよね。こんばんは、来てくれてありがとう。え、ありがとう、一致団結。今日はサッチーを初めて見た方もいるのかな、サマステで。ありがとうございます。それなのにね、手を振ってくれてありがとう。今何時だろう。 OK です。本当に最近の怖いことは、25日のやる曲を、ね、鼻歌で歌いそうになるんですよ。来てくれてありがとう。物資目的なの？やめてくれよ、俺っちの物資を取らないでくれよ。このさ、コロシアムはさ、コロシアムはさ、どういう効果があるんですかね。やばい、今日のさ、プリンが忘れられない。チューあげるとジェムが、ジェム大事じゃない？これはやるしかないですね、毎日。わたたたた。これの難しいとこは、あんまり高いとこに行くと負けちゃって、でもあんまりこのパワーの差がありすぎると、頑張れ、そう、マジで美味しい。ジイジロー、サチ来てくれてありがとう。あ、勝てた。うー、危ない。冷や汗と、ちっちゃい左の方に、ちょっと待って、戦い始めちゃった。あ、つけても大丈夫だね。なんか目が悪くなりそうって思っちゃって。でも変な影ができるんだよ。こんにちは、来てくれてありがとう。なんか目悪くなりそうだったから、ちょっとつけてみた。さちさん、ステッチありがとう。そう、明るくなった。ジムマークチェック、さちチェック。あ、ほんと、なんかさ、ピコーンってなってる。200ゲット、おしゃー。リーコー。音がないとシュールだね。あー、私の仲間が、頑張れ。おー、倒しちゃった。イエー、かわいいな、ありがとう。
もサッチは王冠3つでね、戦う戦いを。待って待って、明るくなって可愛い。あ、私ありがとう、見ないで。11と12日区でした。これってさ、見えない、戦ってます。このね、戦ってるってね、ここにね HP があるんですよ、相手の赤色。そこがね、どんどん減っていくのがね、見ててすごく好き。あのね、強いチーム、あ、出た、相手のチームがこ自分の方が強かったら、もうめっちゃどんどん減るんですよ。バンバンってたらボンボンってめっちゃどんどん減るから、めっちゃいいですよ。ストレス解消にもね、ローモーバーいいんですよ。だからやってみてください、サッチギルドで。サッチギルドでお願いします。あ、間違えた間違えた。めっちゃいいよ。しかも明らかに勝てる戦いの時は、え、そんなことあるの、同じギルド仲間。え、それよくない、よくない、仲間あれ NGK アイドルなんで、私もうめっちゃ絶対勝てるっていう相手だったら、ここ自動モードにできるんですよ。そしたらもう本当にこうやって見とくだけでゲージがどんどん減っていくから、めっちゃいいよこれ。やった、勝てたよー、みんな。メッセージ送るよー。ギルドメンバーにみんなにとっておきの情報を今から送ります。はい、ポチ。送りました、とっておきですっていうハードル上げとく。ゴロゴロ言ってるよ。あくびでした。もう一個送るよ。この情報教えてやめてください、誤解されますから。そうよ、でもギルドに入れないと見られないとっておきの情報ですからね。ああ、俺っちも知りたいなって思った、そこのあなた、ギルドに入ってください。入り方はあのタッチの公式 X に載ってるし、もしもね教えてって思ったら、一応コメントしてくれたら教えます。タッチの公式 X にの URL からダウンロードしてください、お願いします。すでに他のギルドに、むむむ、サチタンギルドには入らないんですね。オッチー、このオッチーです。
え？天からの復活って何これ？復活をしたらいいのか。復活した、兵士が復活したかも。これはもしやもしや、もう一個送ります。あ、そうなんじゃ、よかった、仲間が帰ってきたよ。コマくん、来てくれてありがとう。今日のサマーステーションで初めましての方も結構多かったのかな。初めましての人見てたりしますか？そば先です。あくびしてた潜ってあくびしてた。ST の単独初めてでした。嬉しい。 STU どうでした？めちゃくちゃすごくないですかそう、ぜひ東京でも、あの MC でも先輩方がおっしゃってたみたいに、東京でこれから花だれ公演も東京でするし、あかりさんのフェス、あのフェスもするし、あとね、なんといっても3月20日8周年コンサートはね、過去一 ST が大きい会場でするので、また来てほしいです。よろしくお願いします。約束です。そうなの、8000規模でね、8000人キャパで過去一でかいんですよ。絶対に埋めたい。そのためにダイエットも頑張ってるし、ちょっとリップの蓋開きっぱだったんですけど、教えてよみんな嘘、自分のせいです、ごめんなさい。そう、ガーデンシアターね、大きい。